お世話になります。ヒトリーでございます。鎧の孤島でストーリーを進めると、ダクマを入手した後、ダクマ一匹だけで双剣の塔に挑戦することになりますよね。ダクマを逃がしたりして、ダクマがデータ内に存在しない場合だけは、他のポケモンでも塔に挑戦できますが、ダクマが存在する場合は必ず一匹だけで塔に挑戦しなければなりません。で、その双剣の塔内では、交換とかはできないんですが、普通にメニュー画面は開けて、なぜか不思議な贈り物は使えるままなんです。となるとダクマ一匹だけで塔に入った後に不思議な贈り物で配布ポケモンを受け取ったらどうなるか気になりますよね。そもそも不思議な贈り物はしっかり機能するのでしょうか。もしポケモンを入手できたら本来ダクマ一匹だけの設定なはずですからストーリーに変化はあるのでしょうかという趣旨の DM をいただき素晴らしすぎる着眼点で脱帽しました。まあ実際にこの被り物を脱ぎはしないですけどね。その代わりに私は眠れなくなり多くの方も同じ状況だと思いますので今回はダクマ1匹で塔に挑戦している時に配布ポケモンを受け取ったらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、で一応改めて確認しておきますと手持ちが空の状態で不思議な贈り物をやりますと今トリトドン受け取れるんですが普通に受け取ってはいそれで来ましたと、はいそれで終わってトリトドン受け取りましたってなったら手持ちのポケモンを確認してみましょうってなるんでやはりその配布のポケモンは不思議な贈り物で受け取った際に手持ちに来るわけなんですね。っていうことはダクマ1体で挑戦した時にトリトドンが手持ちに入っちゃいそうですよね。やっぱりこれはい、じゃあまた別のソフトに変えまして鎧島に行ってですねダクマを手に入れて本来だったら眺めるストーリーあると思うんですがあれは一回ダクマをポケモンホームとかに送ってからやると眺めなくても先に進めるんでそのやり方で短縮しましたが別にどういう風にやってもねその後のストーリーは別に変わったりはしないのでちょっとイレギュラーな形ですがこれでねやっていきたいと思います。はい、これで今ダクマ1匹でこの塔のところまで来ました。はい、それでこういう風にうんちゃこうんちゃこを眺めましてはいダクマちゃん登場と。はい、じゃあ一応見ます。一応この通りダクマ1体で、ここの塔に行けば普通にその眺めるストーリー放棄しても進められるわけですね。行きましょう。はい、じゃあここではい悪の塔、レベルが30あれば円滑に修行を行います。これはまだね、クリアしてないからですね本編の方。それでもう一歩の塔には今後一切眺めなくなります。まあここは当然ね普通ですね別に普通にやってるだけなんでね。まあ途中放棄してますけどはいこれで進んでいきましょう。はい、そしたらここに入れるわけですね。それでここからが本番ですね。ここから X ボタンを押してメニュー見ますと不思議な贈り物ちゃんとあるんですよね。ちなみに交換とかについては Y ボタンとか押せないんでできないんですけど不思議な贈り物なぜかできるという、これで受け取っていきましょうか。不思議な贈り物でちゃんとありますね。シリアルコードで受け取るもちゃんと表記されております。これ受け取っていきましょう。受け取れんのかなちゃんとここは。はい、受け取ったらレポートを書きますがよろしいですか。はい、これで普通にシリアルコードを入力していけばいいだけですね。PJCS2000 すごく覚えやすいんでねもう覚えてましたわ。はい、これで入力していきますとどうなるかな。贈り物受け取れる？マジか。はい、来ましたね。この画面は普通に表示されましたね。これがだからどうなるかっていうことですね。はい、受け取る。どうなる？受け取れた？ちょっと待ってくださいとかはないですね。はい、これでどうなるか。はい、ここではい、受け取っていきました。はい、トリトドン。はい、どうなるか。ここではい、図鑑登録されていく。手持ちのポケモン確認してみましょう。手持ちにちゃんと入りましたね。ここで私の予想はここでボックスに入るっていう予定だと思ってたんですけどね。どうなるんですかね。ちょっとこれ見たいっすね。あ、ここは普通になんか退場とかないっすね。見てみる。じゃあはい、ポケモン見てみましょう。いるし。ちょっと待って待って待って、これワンチャン入れ替えられる。あ、入れ替えられんじゃん。ちょっと待って、どうなんの。お、来た来た。これやばくね。これやばいよマジで。これ多分普通これダクマ以外のポケモンだと確かここ、この塔の中では表示されないんじゃなかったっけ、このポケモン自体。だからそれ自体がもう画期的なことだ。めちゃめちゃこれやばくね。じゃあこれ戦えんのかな。普通になんて言われるのこれ。いけんの、いけんのこれ。もしかして正しきことを追い求むだけでは己の幅は広がらぬ。いけんだ。戦えた。やば。やばやば、マジか。こんなこと起こると思わなかった。やばい、普通に戦えんだけど。これ本来だったら一人で、しかもちゃんと相手のセリフ普通ですからね。マジか、普通に倒しちゃいましょう波乗りで。そっかそっか、これ別に自分のポケモンじゃないから言うこと聞かないんだ。普通に入れ替えていく。はい、これで普通にじゃあ瓦割ってこっか。
あれ、あ、そうだそうだ、こいつもそうだ、自分のポケモンじゃねえんだ、間違えた、他人のポケモンだから、まあ、バカしたな、ミスったな。オッケーオッケー、攻撃してくれたわラッキーラッキー、普通に倒していく。あ、しかもちゃんと言葉ありますから、普通にダクマ1体で来た設定になってますね。しかもやば、お見事、2階にお進みください。普通に行けました、マジで行きましょう。先にじゃあ普通に行ける、トリトと戦闘で詰まってるし、おい来いよ来いよ来いよ、何してんねんお前そこであまりのスピード遅すぎてさ、ここを突っかかっちゃって来れないっていうね。まあいいや、それは普通に戦っていく。これちゃんと倒すの大変だね、知らんぷりとかされちゃうから。昼寝始めた、ちょっと困るよ、眠りになっちゃった。結構倒すのしんどいけど倒していく。オッケー、3回進んでいく、戦っていく、ラッキーラッキー、よし進もう、よっしゃ行こう、一発で倒す。はい、上行く。はい、最上階来まして、ここでちょっとトリトドンに入れ替えてみます。じゃあなんか言われんのかな。はい、トリトドンで戦っていきましょうか。普通の扱いじゃないもんねこれ、だから分岐がおかしくなってるよね。君ならこっちの悪の塔を選ぶと思って待ってたよ。シリーチンもダクマもお疲れ様ね、ベアーマ。あーでも一応ダクマで来た設定になっちゃうんだ。さっきトリトドン出したのにベアーマってほざいてますから、普通にこれ一緒ですね。あ、普通にトリトドンでいけた勝手に変わったりしないんだ。シリー見とれ、これぞダクマの拳の打ち方よ。ダクマじゃねえんだって俺が出してんのめっちゃ攻撃されてんだけど、やべえワンチャン死ぬぞやばいんだけど、ダクマに引いとこっか一応。はい、オッケー、倒していく。あ、ダクマでちゃんと戦ったってことになっちゃうんだこれ、よく頑張った。ほとんどトリトドンでやったけどね。うわー、でもダクマ分岐なんだ完全に、ダクマ進化の時。うわー、普通に進化まで行くってことですね。あれ、こっからトリトドン出てなぜかトリトドン出てどうなの、普通に行けるよね。でもおい、トリトドンいるだろっつう話なんですけど、進化させますか。おいおい、普通に行けんのか、ビビア普通に進化したし。いや、ここも普通に行くんすね、ベアーク。あと一つ思いついたんですが、ダクマこれいる設定でどんどん進んでいきますけど、この最中にダクマ死んだら修行終わりってことになるんですかね。そこもちょっとついでに検証しましょうか。ちょっと100レベなんでちょっと倒すの大変なんですけどね。これなんとかダクマ倒してみましょう。なんか時間稼ぐ方法ないかな。これ倒されないんだよな、やけど直して使えないもんね。あ、使えるか、つける、オッケーオッケー、こうやって時間稼げんだ。アイテムでなんとか時間稼ぎするか。乱れ引っ掛け、おい当たらなかったし、なんでだよ。ちょっとこれ時間かかんな。アイアンヘッド当たっちゃった、マジか、なんとか倒してくれ。あー、アイアンヘッド当たっちゃった、一発目で当たったち、マジかよ。オッケー、行きましょう。でバックで傷薬トリトドンに使いましょう。切り裂くやられていく、ナイス、切り裂く、時間かかりそう。まあこれでいっか。あれ、モンスターボール、あ、オッケーオッケー、モンスターボール投げれんだ。人のものを取ったら泥棒状態になるんですね。モンスターボール使えんだったら結構いけんじゃない。22回また投げていく、投げれんだ、知らなかった。あと半分以下、あ、しかもこれ今気づいたけどモンスターボール減らないんだ、これ永遠にできんだ、知らなかった。じゃあこれ永遠に時間稼げんじゃん、一旦倒されるまでできますね。そしたらうわ、悪あがきになっちゃった、やばいやばいやばい、待って待って待って、やばい、あともうちょっとなのに、ちょっとちょっと待って、うわー相手死んじゃう、これじゃあ、うわー、ここで死んじゃった、ここで倒されましょう。オッケーオッケー、砂地獄で簡単に死んだわ。うわ、ここでやればよかった、トリトドンで。うわ、ここででもワンチャン倒せなかったらきついよ。よかったよかった、倒せた倒せた。お、どうなる、普通に進む、あ、普通にトリトドン一人でも進むんだ。そしたらどうなんだろう、進化のやつは。あ、でも一応進化ってできるんだ、別にダクマが死んでも。そっかそっか、それもあんだ。これどうなんですかね、トリトドン行ったら。あー、そこ普通にダクマで表示されるんだちゃんと。うわー、こいつ戦闘不能なのにこいつで戦うのベアマーって。うわ、普通に行ったわ、おかしいだろおい、ダクマ使えねえのに、マジかよ。負けたら普通に負けの判定になっちゃうと思うんで、普通にここを勝ちましょう。シリー見て、俺これぞダクマの打ち方よって、こっちダクマ死んでんだよ、見るもクソもねえんだろ、普通に勝ったし。これでもちゃんと進化させるイベントあんのかな、さすがに。あ、ダクマで戦ってる設定になってるし、こう一回も出してないし、しかも死んでるのに、どういうことだよ、よく頑張ったって。だからダクマ頑張ってねえんだよおい、ダクマふざけんなよこいつ、お前戦ってねえだろ、おいおい、何こんなことしてんだよお前、全く戦ってねえのにおかしいからね、普通に。なんで喜んでんのあんたが、はははじゃねえ、お前戦闘不能状態だろ大体、何お前死んでるのに進化すんの。はい、ダクマ進化の時あの悪の掛け軸を見せてやってくれ。もともと進化自体は戦闘不能でも多分できますよね。
ですからそこのロジックとしてはおかしくないけど、ストーリーとしてはやっぱおかしくなるんだ。やば。ベアアーマー、はい、ウラオスに進化していく。ベアーク。ということで検証結果、ダクマ1匹で塔に挑戦している時に配布ポケモンを受け取ったら、ダクマ1匹のみで挑戦していることになるが、ダクマが瀕死になってももう満体な尻滅裂ストーリーになるでした。これはまさかすぎる結果でしたね。島内でポケモン追加するのは確かにダメとは言われていないですが、さすがにダクマの修行なのにダクマが瀕死はダメだろうとは思うんですけどね。ダクマが戦闘不能なはずなのにムービーでいかにも自分の力で勝利した風に演出するのはさすがにトリトドンには申し訳ないです。ダクマは完全に堕落してダラクマと改名してもいいくらいでしたね。これでは年中ハチミツ食べたいなと蜂蜜ばかりむさぼり食うことしか頭にないあのクマみたいで、ダクマのプーさんと呼ばれてしまいそうですね。テロリストじゃない。